基本の折り上げマスクを新しくしました。折り上げは上も下も同じ 4.5 センチずつにしました。以前のものより立体度がアップしているのでマスクが口につきません。作り方の工程も以前よりもちょっと少なめにしたので作りやすくなったかと思います。なるべく通気性の良いものが作りたかったので、表は洗濯をしてもシワにならない綿ポリ生地で、裏生地はシエスタートリコットというポリエステルのメッシュ生地を使いました。こういう生地です。生地の購入先は概要欄にリンクを貼っておきます。こちらは裏は綿麻生地で作りました。材料は表布が横26センチ、縦が18センチ、裏布は18センチ ×18 センチです。それとゴムを2本です。表布を半分に折って、さらに半分に折って角を揃えます。角から横に6センチ、縦に4センチに線を引きます。線通りに切り取ります。裏布の上に中表に合わせます。表布のこちらが裏側になります。表同士を合わせて、この角のところは同じぐらい出るように合わせます。待ち針で留めて上と下を1センチの縫い代で縫います。表に返します。上下に端ミシンをかけます。そのまま縫っても良いですし、アイロンをかけてから縫っても良いかと思います。今回は一応アイロンをかけます。上から 4.5 センチ折って待ち針で留めます。裏布をしっかりと挟み込むようにして 4.5 センチ、上端にアイロンをかけます。端ミシンをかけます。そのまままっすぐ縫っても良いですが、後でゴム通しを作るのに折り込むので、端を少しだけ寄せておくと後できれいに折り込めます。こちらの端も少し内側に引いて、反対側も同じように 4.5 センチ折り上げて、アイロンをかけて端ミシンをかけます。上と下に端ミシンをかけました。両端を3センチ折ってアイロンをかけます。内側に折り込んで、さらにアイロンをかけます。ここがゴム通し口になります。反対側も先に折ってアイロンをかけておきます。折り上げの印をつけていきます。上をこのように折り上げて、角の上に印をつけます。裏布の方に角から1.5 センチのところに印をつけます。反対側も同じように角の上に印と角から内布に 1.5 センチ印をつけます。
印と印を合わせて端を折り込んで留めておきます。反対側も印と印を合わせて反対側も印と印を合わせて このように留めます。折り上げるところが一度に横も折り込むのが難しいときは印と印を合わせて留めて そこから以前のようにこのように折っても大丈夫です。端ミシンをかけます。両方とも端ミシンをかけました。ここにゴムを通します。ゴムの長さは25センチから28センチぐらいで良いかと思います。アジャスターを使うときは32センチにします。アジャスターをつけるときはこのループ返しを使うと簡単にできます。ここにゴムを引っ掛けて これで通せます。これで出来上がりです。